こんな感じでローエントリーのみでも2日で300万とか儲かるんでマジで楽勝です。はいどうも、バイナリ投資塾のゆうすけです。今回の動画は異次元モード突入、バイナリ初心者が2日で300万円稼ぎ出した、2年間勝率 96% をキープしているローエントリー専用サインツール、こちらをね今だけ50名のみタダでプレゼントしちゃいます。今回のね目玉はそうローエントリー専用のサインツールなんです。ローエントリーだけそれで成り立つの？などね、いろいろ思うことあると思うんですけど、結論から言います。ローエントリーのみで余裕でいけちゃうんですよ。っていうのも先日ね公開したこちらの動画はご覧になりましたか？まだっていう方はね概要欄に URL 貼っておくのでぜひ見てみてください。まあ、こちらは見てわかる通りハイエントリー専用のねサインツールなんですけど、かなり反響があったんですね。 LINE だったりとかコメントでねいろいろメッセージいただいたので、その続編っていう形になります。まあ、どういった理由で反響がね良かったかっていうのは後ほどお伝えしていくんですけど、実際に今回のツールをね検証していただいたので、その結果からお見せします。こちらは40代会社員の梅原さんです。バイナリーはね1週間ほど経験あったそうなんですけど、一度も出勤したことがないっていう方でした。ただ僕は10分ほど指導し、2日間でね稼いだ利益のうち300万をね出金することができたんです。つまりローエントリーでも十分ね稼ぎ出すことができるってわけなんですね。ただしこれをね実現させるのに必要なことが一つだけ、それは通貨ペアの選定です。その通貨ペアに関しては後ほどお伝えしていくんで、くれぐれもね適当な通貨ペアでは行わないようにしましょう。それではね授業の前に、今なら LINE 登録者限定、超初心者でも即上級者になれる総額100万円の極秘教科書を完全無料でプレゼントします。現在127名全員が即日180万超えを記録。この期間が終了すると有料になってしまいますので絶対に逃さないようにしてください。そして今すぐ稼いで即日現金化を希望の方必見、100名以上の初心者が月収500万超え、陽介式トレード術を簡単 LINE 個別指導実施中。この機会は絶対に逃さないようにしてください。それでは早速授業を始めていきましょう。今回は初心者がね2日で300万稼ぎ出したローエントリー専用サインツールを紹介します。まあ、冒頭でも軽くお伝えしましたけど、今回の梅原さんのような結果を出すには守るべきことが一つだけあります。そう、通貨ペアの選定です。ここを飛ばしてしまうと結果が出ないのは当たり前になってしまうんで、くれぐれもね見逃しのないようにしてください。ではそんなローエントリー専用サインツール、その名もね MA ディスタンスフロンプライスとなります。こちらねツールの導入方法だったり、実際ねどのくらい結果を出すことができるのか、こちらを実際のトレード映像を交えて紹介していきたいなと思います。で最終的にねあなたの手元に今回の MA ディスタンスフロンプライスっていう最強アイテムが届くまでをしっかりとこの動画で全て公開していきます。ただ先ほども言ったようにね重要な部分を一つ見逃すだけであなたの大きな損失につながってきます。必ずね見落としがないようにしてください。じゃあ今回ね紹介していく MA ディスタンスフロンプライスっていうねサインツールなんですけども、まあこれ見ていただいて分かる通り初心者でも2日後にね300万円を出金できてるほど、まさに廃炉無限 ATM にできちゃうほどのアイテムなんです。で先に言っとくと、今回ねこの MA ディスタンスフロンプライス、こちらの情報を出せてるのは現在のところ僕だけです。まあ場合によってはね廃炉から削除される可能性もあるんで、今この瞬間をね見れてるあなたはかなり運がいいです。もういつね消されてもおかしくないんで、ちゃんと一度でしっかりとね全て覚えて持ち帰っていただきたいなと思います。じゃあ今回の MA ディスタンスフロンプライスの具体的な特徴なんですけど、移動平均線から価格がね乖離したら順張り方向にサインを出してくれるインジケーターなんです。まあ乖離幅だったり移動平均線の種別などっていうのは自由にね変更できるんですけど、ここだけ聞くとローエントリーだけじゃなくてハイエントリーでもいけんじゃないのって思いますよね。そうなんです、実はハイエントリーサインも同時に表示させることはできるんですよ。ただロジックの組み方的にハイエントリーのね勝率が格段に悪いんで今回は省いてるんです。まあ、いくらねローエントリーで買ってもハイエントリーで負けてたらねたまったもんじゃないですからね。だからこそ今回はローエントリー専用としてサインツールをね作成してるんで、まあ、くれぐれもハイエントリーサインは表示しないようにしてください。どのようにね設定していくのか、これはちょっとこの後ねやっていくんでしっかりと見といてください。まあ、後ほどね実践トレードもちょっと証明していきたいなと思うんで、まずは MT4 ねセットアップからしていきましょう。まず今回1分取引で進めていくので MT4 の上部ですね、こちら必ずね M1 で設定するようにしてください。毎度ね言ってますけど今回1分取引推奨なんで M1、 5分取引をね行う際は必ずね M5 に合わせるようにしてください。今回は M1 のみ、まあ、1分取引のみでね行うようにしてください。でもしねあなたのパソコンの中に MT4 が入ってないと導入方法なんかもねわからないよっていう場合、僕
コーナーにマネープロとメッセージをください。4、5分ぐらいでねできるような簡単なマニュアルをお渡していきます。でそれだけじゃなくて僕の LINE ね登録しておくとしっかりとこの先ね勝ち続けられる利益をね上げ続けられる方なんかもお伝えしていくんで合わせて入手していただければなと思います。じゃあ今回の MA ディスタンスフロムプライスをね MT4 上に挿入していきましょうか。まあ設定値とかねいろいろと変更していくんで必ずね飛ばし見しないようにしてください。まずこちらの挿入インジケーターのカスタムの中にありますこちら MA ディスタンスフロムプライスですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まず全般押していただき、ここですね DLL の使用を許可する、外部エキスパートの使用を許可するに関してはもともとねチェック入ってるんでこの状態になってれば OK です。まあ、要するにチェックがね2つも入ってれば OK っていうことですね。で次にこのパラメータの入力を押していただき、これいろいろね設定値変えることができます。今回ねやっていただきたいのがまずこちら MA ピリオドが9となってるんですけども、ちょっと10にね変えたいなと思います。で次にこの色の設定を押していただいて、まあ、ここでねサインの色を選択することができるんです。覚えてます？今回はローエントリーのみになるんでローエントリーサインのみ表示させます。まあこれちょっと水色でね設定していくんですけども、ハイエントリーサインはね今回消していくんでノンに変えておいてください。まあ、言っちゃえばねこれを別の色とかでね表示させると、まあ、ハイエントリーサインもね同時に出てくるってことなんですよ。今回ねハイエントリー使わないんで水色をねこのローエントリーサインのみ表示させていただければ OK です。で線の太さもまあ4ぐらいかなにしておくと分かりやすいんでね、ここはぜひ参考にしてみてください。じゃあこんな感じで設定できたら入れていきましょう。はい、したらこんな感じでねサインが表示されれば OK です。はい、じゃあねちょっとそろそろ実践に入っていきたいなと思うんで、まずは灰色のね設定からおさらいしていきましょう。まあ、今回はねまず1分取引が推奨なんで、まずターボにね選択されていることを確認してください。でその次にやっていただきたいのが全ての取引時間で、こちらをね1分で設定すること、そうすると1分取引に合わせたね通貨がずらっと出てきます。でこっから通貨をね選択していただくでも構わないですし、全ての資産からねこんな感じで選んでいただくでも構わないです。まあ、こちらね、まあ、ちょっとお好きな方でやってみてください。まあ、今回ねちょっとポンド円で待機してるんでこちらですね、ここでもねあの選択できるんで押していただくと、まあ、こんな感じで画面が切り替わります。ドル円30秒こっちに関しては使わないんで消しておきましょうか。はい、じゃあちょっとこんな感じでね準備していただいて、条件位置に合わせてねちゃんと00ベエントリーを行うようにしていきましょう。まあ、今回はポンド円ということでペアトリスね 1.9 倍、これも書いてあるんですけども、ペアトリスね 1.9 倍となります。で10万円エントリーの、まあ、やっていくとしたらねもうローエントリーのみなんでこっちなんですけど、勝てば一発でね9万円が入ってくるような形となります。じゃあいよいよね実践トレードやっていきましょうか。まあ、どんなタイミングでねエントリーをしていくのか、どんな感じで利益が増えていくのか、腰を抜かすね結果を目の当たりにするでしょう。ただその前にね一旦 CM に入ります。 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、じゃあねちょっとやっていくんですけども、先ほどね MA ディスタンスフロムプライスを紹介した時にも伝えたんですけども、このサインがねついてるように見えますかね、こちらが今回のサインツールのサインとなります。つまりこのローソク足がね確定しましたら次足行ってみたいなと思います。はい、そうしましたらしっかりとね条件値の確認ができましたので、まあ、10万円ですねこちらローエントリー1本だけ仕掛けました。またねこれ待つだけとなります。じゃあここで冒頭でお伝えしたこちらの動画ですね、反響が良かった理由っていうのをピックアップしてみました。まあ、まずは条件が一つで覚えやすい、間違える心配がない、とにかく斬新、ざっくりとねこんな感じでした。 LINE だったりとか YouTube のコメントでねいろんな意見いただいてたんですけど、特に多かったのはこのあたりですかね。確かにハイエントリーのみなんで覚えることは本当にね一つだけですし、ボタンを押し間違えるなんてこともありません。何よりやっぱ斬新、これまで YouTube でねいろんな手法を見てきた方であれば分かると思うんですけど、ハイエントリー条件のみね紹介してる方ってほとんどいないと思うぞ。っていうこともあって続編でね今回はローエントリー専用の方を公開するっていう運びになったんで、これを機にねぜひ覚えて帰っていただければなと思います。気づきの方もねいると思うんですけど、形成されてる足にもねサイン表示されてますよね。実はこれ連続エントリーもできちゃうんです。ただ肝心なのはやめ時になるんで、そのやめ時についてはね後ほどお伝えしていきます。じゃあねちょっとローソクしっかり確定して無事ね勝つことができました。10万円エントリーのペア取率は 1.9 倍、つまりね9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう、ローエントリーだけっていうこともあってめちゃくちゃ簡単じゃなかったですか。まあ、根本ねサインに従ってエントリーしていくだけなんで特別難しいなんてこともねぶっちゃけないと思います。じゃあそろそろ今回のねツールを使う上で鍵となる通貨ペアについてお伝えしていこうと思います。まず今回のツールは1分取引を推奨してるんで、外貨で言うとね全部で7通貨ペア存在します。まあ、こんな感じですね、全部で7通貨ペアあるんですけども、この中から選定してほしい通貨ペアがあるんです。その通貨ペアっていうのは、まあ、もう一歩ねちょっと実践映像
るんでお見せしながらお伝えしていこうと思います。はい、じゃあね、そろそろエントリーできそうですね。まあローソク足の上にね、あの下向きのサインが点灯、これがね確定したら次足ローエントリーとなりますので、次足ね1本仕掛けていけるかなというところですね。はい、したらねしっかり条件値の確認ができたので、まあローエントリーね1本仕掛けました。まあ今回 NZD JPY ニュージェンですね。なんでカールズペア率は 1.9 倍となります。じゃあ先ほどねちょっとお話ししていた続きなんですけど、選定してほしい通貨ペアっていうのはこちら GBP JPY NZD JPY USD JPY、 この3つの通貨ペア、これはあの3つの通貨ペアがね特に勝率が高かったので、絶対にこの3つに絞ってエントリーするようにしましょう。むしろこれ以外の通貨ペアのね取引だと勝率がガッと下がるんで、くれぐれも間違いないようにね気をつけるようにしましょう。じゃあねちょっと時間までありますので、このまま結果待っていきましょう。はい、じゃあ確定しましたね。あ、同じく無事陰線が形成されましたので、2本目のローエントリーも勝つことができました。まあ、10万エントリーのペア取率変わらず 1.9 倍、つまりね9枚の利益の獲得となります。はい、そうしましたらちょっとローエントリー2本ねちょっと見てきたんですけども、どうでしょう、合わせて18万円ね利益を上げることができたんです。ここまでまず見ていただいてどうですか、難しいなって思った方は正直ほとんどいないと思います。それよりも実際自身の MT4 にね導入さえできちゃえば、僕のサポートなんかなくても余裕でできちゃうんですよ。今回のツールはそれだけ簡単なんですよね。じゃあねローエントリー実践でもお伝えしていた連続エントリーについてちょっとねお話ししていきたいなと思います。ただその前に最後の CM に入ります。YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、じゃあ今回ね異次元モード突入、バイナリー初心者が2日で300万円稼ぎ出した、2年間で勝率 96% をキープしているローエントリー専用サインツールですね。 MA ディスタンスフロンプライスっていうのはここまで見ていただいて分かるようにめちゃくちゃ強いです。たださらに効率よくね稼ぐための秘策、まあそれがね連続エントリーなんですね。まあちょくちょくねちょっと話題に出してきたので、やっとかよって言われそうなんですけど、ようやくお伝えしたいなと思います。まず連続エントリーするのは3回までとしてください。分かりやすくねちょっと画像用意しましたけど、こんな感じですね。連続して勝ててもだいたい3回ぐらいが限界なんですよ。まあ、むしろ4回目はね結構負けちゃったりとかで、これ2回にした方がもちろんね高い勝率って保てるんですけど、ガツガツいきたい方はまずは3回までと決めて行うようにしましょう。でこれ一つねちょっと注意点あるんですけど、万が一2回目のエントリーとかで負けちゃった場合、その際はもうそこでストップです。続けてエントリーはねしないでください。まあここさえねしっかりと守って行えるんであれば、かなりね効率よく稼ぎ出すことできるんで、ぜひ取り入れてみてほしいなと思います。それではね最後に今回のね MA ディスタンスフロンプライスの受け取り方法についてお伝えしていきます。ここまでとしっかりとねついてきてるあなたであれば、今回紹介したね僕の生産みたいな利益を上げることは十分にできます。もう少しでねあなたも MA ディスタンスフロンプライスを手に入れられますので、受け取り条件はねしっかりと確認してください。無料でね手に入れるための3つの条件です。まず1つ目、僕の YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にいいねを押すことです。続いて2つ目、僕の動画にコメントをください。まあ、今回ね紹介したサインツールに関する意気込み、あとは今後やってほしい企画とか、バイナリーのことで何か悩み事があればじゃんじゃんコメントをください。僕はコメントをねしっかりと見ています。今後のね動画作りの参考にもね毎回させてもらってるんで、検証してほしいこととか何でもね構わないです。あなたが見たいともね動画作り目指してるんで、ぜひ協力していただければなと思います。まあ、今回ね紹介してきたようなエントリーするタイミングがね簡単なツールの紹介とか、そういったのも視聴者さんからねいただいたコメントを通して反映させてます。なんで何でも構わないんでね、何かしらコメント残すようにしてください。じゃあ最後3つ目、僕内にキーワードをお送りください。送ってほしいキーワードはこちら、凌駕するとなります。まあ、これはカッコ外してキーワード単体で構いません。僕の内にねキーワードをお送りください。今ねこうやって用意されてる QR コードからでも LINE に飛べますし、動画の概要欄にも URL が記載されてますんで、どちらからでもね追加することは可能です。お好きなのでね行ってみてください。3つのね条件の説明は以上となります。そのコードを起こせるあなたなら、これからねこのツールを使って十分稼いでいける可能性はあります。さらにその他ね有益な情報なんかも LINE で惜しみなく渡していきますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。そしてね本当にこの動画いつ消されるか分かりません。情報を得ることができたら実際に取引をするだけです。それでは LINE の登録方法について一緒にねやっていきたいなと思います。まずこのタイトルの部分を押してください。そうするとこのようにね概要が出てきますので、一番上ですね、陽介の LINE っていうねここの URL を選択してください。そうするとアプリで開くっていうので
ので、いろんなねブラウザ開くことができます。まあ僕ね iPhone 使ってるんで、そのままサファリで開いてみましょう。そうするとこんな感じでね画面が切り替わってアプリで開くという画面出てきますので、こちら押してください。そうするとこういった画面出てくるんで、そのまま開きましょう。そうすると LINE 追加ねできる画面出てきますので、この追加を押していきましょう。僕はすでに登録してるので何も出てこないんですが、初めての方はね表示されてる画像のように LINE 追加できる項目が出てくるんでタップしてください。そうすると簡単なアンケートが届くかなと思うんで、豪華プレゼントを受け取りたいっていう方はぜひお答えください。これであなたも僕の生徒の仲間入りです。それでは本日の動画はここまで。続きはね LINE でお会いしましょう。